はい、すいません、5月22日。はい、痛い痛い、どうも痛い。あー、引っかしかれた。はい、さっき喧嘩してたの。その後にこれ。何だったんでしょうね。で、また、だ。取り消しちゃおう。いや、見てる前で、マジで。お前、チョコか卵自分の穴が開いちゃうこれ。もう、殻弱くて。ダメだ、穴が開いちゃうから、すぐ。猫になることにしました。猫。ちょうどいい。あ、年上の猫よりも。わかんねえじゃん、とこいでも。なんていうか、別に卵ふかしようとしまいと構わないみたいですね。ただ単にそれ一日の日課、一日じゃないな、ずっと日課か、みたいですね。で、卵が21日でふか。で、それ終わると今度はまた交尾入りますから。あ、入んねえんだ。そのまま、うん、ヒナがいる場合には、ヒナに、そう、餌やるんだな。そのままあるんだけど、この場合は、卵入んないから、卵産んで21日経って、また交尾に入るんだ。で、しばらく経って卵が生まれると、また温めるんだ。これで、でももうおとなしくなる。やって、今度は俺のところに来るんだ。寂しくつくね。なんだっけ、パートナーがこっちばっかり行くから、で、交代でこの子いるんだけど、私のとこ来るのなんですよ。もう来ちゃ、もう来ちゃってますね。安心したんだ。できたんで。でももらっとくよ、これ。もらっとくよ。いじわるいね。いじわるいね、俺は。失礼します。あれ、どこ行っちゃって？あれ？ピッピか。かわいそう。ピッピはこれだよな。じゃあ、ピッピ。これ食っちゃえもん、俺。頭したら、俺。食っちゃえ、これ。これ食っちゃえ。これ食っちゃえ。おっこれね、やばいですよ。あ、ちょっと、雑に扱っちゃってるけど、しょうがないっす。腹見てください。ここ。擦れちゃうと、切れちゃったら、またお腹の中出ちゃうんですよ、そっくり。これ、どうしたらいいんですかね。紐でやれやったで。多分、やがって引っかじって、こう、足をかいたり、するかもしれない。まあこれ開いたら死んじゃったらしょうがないですね、もう。やりようねえっすもん。医者中でだって取れますもんね。人工皮膚ないもんね。まして、歯と見る医者さんないし、害虫ですって。害虫。道具はねえんすよ。手術する。みんなちっちゃい道具ばっかりで。インコとかね。しょうがないっすよ。いや、誰おめえ。ジョイか、なんでジョイがそこいるの。バンツキあれ、じゃああれどこ行っちゃった。なんだっけ、ラン産んだ本人。これ卵猫、俺食っちゃうな。うまいんだよ、さっぱりしてて。食べてみる。やめよ。うめえんだよ、本当にうまい。うずらなんか全然うめえもん。気持ち悪いんだな、自分ちの食うのな。鳩食ったらうめえんだろうけどな。自分一部ってやだよな、ペット見ちゃうと。ニワトリだってやだな、食べるの。昔は食べてたんだけど。ルン、どうだい、ルン、一緒に行ってな。